私の記憶は2つの層に分類されます。優勢の先兵としての記憶と、その後に見た夢、英霊アルテラの記憶です。まずは優勢の先兵としての記憶ですね。私は優勢で生まれたものです。そしてこの太陽系で使用された兵器、対文明、対世界、兵器としての私を言い表すなら、そんな形容が合っているのでしょう。その中域にある知性体の文明を、世界を破壊する、それが私たちの存在理由でした。でも私の原型に相当するものは違うんです。私にはあまりにおぼろげな記憶ですけど、はい、由来という言葉は正しいと思います。ベルバーに滅ぼされた別の星の文明圏のサンプル、それが私という個体を構成する核です。14000年前、兵器として形作られた、いえ、目覚めた私は優勢のかけらとともにここへやってきました。優勢は知性体の文明を発見すると、緩やかにランデブーコースに入ります。ぐるりとゆっくりその中域を回るのです。地球の人々にとってその軌道は天を裂くほうき星に見えたでしょう。優勢は太陽系に到達し、地球を眺めるように迂回しながらそのかけらを落としました。それが私とこの石室です。私のかけらは月の裏側に刺さり、ムーンセル内部に侵入、物理的に排除不可能な状態にしてからムーンセル内部の光子ネットワークに接触、セラフ内部に優勢の領地を獲得した。そしてあとは以前に語った通りです。私はこの石室でムーンセル内部を破壊し、同時に地上に分身を送り出した。けれど完全な破壊を成し遂げられなかった。月でも地上でも私は破れ、優勢は次の銀河系へ向かってしまった。最後の命令は次の周期まで待機せよというものでした。優勢本体が次に銀河系を訪れるまでの間、私は待ち続けました。石室で過ごす100年、1000年、1万年、そして1万と数千年を経た後に、私は夢を見ました。人々の英雄の一人として地上を駆け抜けた勇気あるアッティラの一生を。私の代わりに地上で生きた一人の英雄、それが私の二つ目の記憶です。
地上の私。いえ、彼女はサハラ砂漠で発見されました。14,000年前、私は大陸の端に自らを顕現させた。そして大陸の中心に向かって進み始めたのです。多くの人々、多くの神々を倒しながら。ですが、その途中で人の手によって破れた。地上の私は崩れ去りながらも歩き続け、砂漠の中で瓦解し、土くれとなった。その土くれ、砂漠に残された私の亡骸には頭脳体が残されていたのです。バックアップと呼んでもいい。私のセファールの記憶を受け継いだ頭脳体、人の形をした人工生命、それは幼体のまま眠り続けていました。それが地上での私です。偶発的に生み出された人間もどき。憤怒の長老たちは伝承を読み解き、神の遺体を探し当て発掘した。そうして発見されたのが頭脳体でした。彼女は記憶すべてを失っていました。自分の名前も素性もわからない。そんな彼女に長老たちはアッティラという名前を与え、フンヌの一族に迎え入れてくれたのです。彼女は戸惑いながらも新しい自分を受け入れた。その胸には言葉にできない喜びがあった。一人の人間として、生命として地上に生きる、その新しいオーダーに彼女は存在意義を感じたのです。私は見ました。かつて自分が壊したものが美しく再生し、今も続いている様を。私は見ました。私から切り離されているのに深くつながるアッティラの人生を。基本的には私たちは同じもの。スケールこそ違えど、暴力によって他の文明を蹂躙する存在です。けれど違いました。多くの点で私たちは異なっていたけど、最大のそれは目的があったこと。アッティラはフンヌの長として同族の繁栄のために破壊を繰り返しました。でも人の視点で語るなら、醜い行いとして分類されます。ではこの私は、破壊のための破壊、目的のない破壊こそが私の行動原理。そこには意義など何もない。同時に醜さや邪悪とも呼べはしません。
この手が破壊しか導けないのなら、もうそれでもいい。でも私は何かを残したい。育まれる生命のように、積み上げられる文明のように。共に語り合えるような同族を持ち、救いをもたらすような概念も得て、あの美しい草原を駆け抜けたあの子のように。醜くとも悪として生き、そしていつかあの大地に帰りたい。そんな風に思って願ってしまうのが、ここにいる私です。暗がりで14000年を経るうちに、こんな風に壊れてしまった破壊の機械装置、それが私というものなのです。私の件についてこれまでには何も説明していませんでしたね。私の件は私の核の一つです。とても古い由来のあるものなのです。それは切り裂くもの、戦うという原始的な行為の具現、世界の具現、原初の神々の一柱、軍神と呼ばれる存在が手にしていた力です。後にアレス、マルスと呼ばれる戦闘神の剣。そうですね、彼らのオリジナルの概念としての神、それこそが14000年前の軍神でした。だからあの剣は最大の強敵であった軍神を打ち倒して手にした唯一の大事なもの。あの剣を獲得したことで、私は白い巨人から剣を持つ者に流転したのだと思います。セラフ流に言うとクラスチェンジですね。その結果、私は軍神の剣を生成できるようになった。地上のアッティラが手にしたものを軍神の剣に変換できるのも、もう体内にその因子が組み込まれているから。こんなことを口にするのはそれこそ罰当たりなのでしょうけど、あの剣を手に入れたことで私は私になった。大切なものなんです。多少は、ほら、特にオリンポスの神々の原型となった十二柱は、え、ご存知ないのです？本当に？ともかく今ではもう私だけの大切な惑星制圧兵器です。
なぜ私たちがこうまでレガリアを欲しているのか。理由は一つです。統合された完全状態のレガリアはムーンセルの王権すべてを掌握し行使できる万能のコードキー。14000年を経て再来する脅威に対してムーンセルが特例として作り上げたムーンセルの分身ともいえるものです。これを破壊することが優勢の目的です。そうですね。ですが月で作られたものを使用することを優勢は望みません。レガリアを完全に破壊する、これは優勢からの絶対指令です。かつての14000年前の戦いでムーンセルは優勢に対して大敗を喫しました。星船を深々と打ち込まれ侵食されて、結果的に自らの中に未明領域というデッドスペースを作ることでしか星船を封印できなかった。ムーンセルにとって未明領域とは体に空いた虚無なのです。人間に例えるのなら体の一部に空洞があるようなもの。痛みがないといってもその欠落は耐え難いものではありませんか。まさに痛み分けですね。ですがそれだけではありませんでした。ムーンセルは最後の反撃を空に残してみせた。太陽系へと到達する航路、座標の封印、極めて強力な銀河全体へのジャミングです。14000年を経てもなお稼働するこの反撃行為で優勢は目を奪われた。この太陽系の存在に優勢は気づけないのです。ムーンセルが正常に機能し続ける限り。逆島に言うならば、ムーンセルが正常な機能を失えば優勢は。怒らないのですか。私にとっての最優先目的は、詰まるところ14000年前の続きです。月と地表を破壊し尽くして収穫を果たすこと。あなたとどれだけ言葉を交わしても、時間を重ねたとしても、最後は変わらない。地生体の築き上げた地上の全文明は消え去って、月に蓄積された人類史も星の歩みも砕かれて吸収される。終わるのです。もうあなたたちの世界は。どうしたって私は敵です。あなたたちの、あなたたちの。だからいいのです。我慢しなくても。怒っていいんです。憤って叫んで私をなじってくれて構いません。出会った時にあなたが感じたであろう恐怖は、私から逃げ出そうとした行為は正しいのですから。
それはそうなのですけど、そうですね、結局私は優勢の、変わらないんですね、あなたは。私ドキドキしながら話していたのに。もしも、そういう過程は、すみません。無意味であると返答します。優勢は現在も超高速で空を行き、ここを探しています。消えることなんて、ありえない。優勢がないとしても、やっぱり、私のあり方は変わりません。レガリアを手にしてこの世界を侵略します。破壊と征服は私の性ですから。でもセファールには、あれにはなりたくない。もしも不可能を可能とするものがあるのなら、どんな怪物の願いでも叶えてくれるのなら、私はかつて地上で見た私のように暗くない場所で、青い空の下で、大地にちゃんと足をつけて生きて何かを残したい。すみません、急に独り言だなんて。こんなことめったにないんです。でもつい、もしかしてその怖かったですか？しまいました。どうされましたか？何か楽しいことを思い出したり？
そうなんですか。何を思い出したのか聞いてみたいです。でもその前にとっておきのお食事用意しますね。回復効果も抜群の、たっぷり精がつくものです。勉強したんです。情報あれこれ検索して、そういうものがいいんだって知って、ですね、その詳しくは話せないのですけど、未明領域で自動発生した適正プログラムに、地上の神話に出てくるものによく似た個体があって、それを、もしどうかされましたか。時間もう来てしまいましたね。幽星が呼んでいます。戦いの時です。最後の王権レガリアの欠片を手中にせよと、涙の星がああしてうめいている。鐘の音が告げるのは逃れえぬ戦いの時。戦う相手は赤のセイバー、あなたのかつてのメインサーバント、共に聖杯戦争を戦い抜いた2機のうちの1機、あなたと共に歩んできた人。知らぬアルテラが何を話していたかは、おおむねこの私も把握している。私は本体が見る夢だ。本体のように考えることはできないし、本体の記憶を完全に引き継ぐこともかなわない。だが気持ちは共有できる。今このアバターを作り上げているものはひどく温かな感情だ。私はそれが嬉しい。たとえそれがすぐに冷めてしまうものだとしても。さあ行こうマスター。なんだ。そうだな、分かった、約束しよう。ただし向こうが対話を望むのであればだ。そうでなければ破壊するまでのこと。戦い、破壊してレガリア、その第三の欠片を手にしよう。ああ、この夢はいつ覚めるのか。
しばし気を収めるか。武の合理が貴様を試す。約束通り、時間は稼いだぜ、大将。逃がしたか。いいや、それとも策にはめられたか。万全の状態のお前と激突するよう、お坊様消耗を強いられたわけか、この私が。その通り。しかし貴様、マルスがごとき盛況さよな。だが世のランサーはその有名に恥じぬ働きを見せてくれた。破壊の英霊、優勢の先兵よ。その進軍もここまでと知るがいい。ようこそムーンセルの真なる王として立つ者。クラスはセイバー、奏者と共に貴様を倒すサーヴァントだ。見栄を切ったはいいものの、貴様で間違いないのだろうな。あの光の巫女を相手にひるみもせぬ以上、そうであるとは世も踏んでいるが、ふむ、貴様何よ。よほどではないが、美しいではないか。キャスターを倒した英霊というから、血も涙もない醜き悪鬼かとばかり。美醜というものは内面から溢れ出るものゆえな。世のセラフもムーンセルも奏者も全て奪い去ろうという脅威の魔物。そういう風にはとんと見えぬであろう。奏者、奏者と世の帝国を脅かす者は許しておけぬ。とはいえだ。うむ、そうだな。奏者、切り結ぶより前に対話の一つも試みるとしよう。対話？マスターとサーヴァントか。私は破壊の。剣の一振り、神明解放なしでこの威力、凄まじき一撃よな。名も知らぬ英霊よ。そうだ、貴様名は何だ。大逃げ機か。アルテラ、それが貴様の名か。
なかなかに良い響きではあるな。その名覚えたぞ。いや待て、それ以前に今の声は。勝者の肉体か。貴様、姿を見せる自由はお前に与えていない。私の言葉に逆らったのか。両目にして一言もなしか。まるっきり記憶にさえないのだな。精神であれ魂であれ、二人の奏者は名を思い出せずとも記憶はあった。しかしそなたにはそれすらないというのか。共に戦ったよう、共に戦ったサーヴァントがわからぬか。マスター。女、我がマスターに声をかけるな。それは私だけが受け止めるべきものだ。奏者よ、動機を。世と一体となるのだ。急げ。なんだ、言いたいことがあれば言え、聞こう。そうだな、約束を破ったことは謝罪しよう。すまなかった。だが私はあの時、あれが私だ、破壊の化身だ。ああして振るった一戦は英霊もどきである私に備わったものとは違うが、巨神としての力の一端だ。あれも私なんだ。何にせよ仕切り直した。今回の進軍はひとまずは成功した。セイバーは自らの本陣へと撤退しただろう。次はこちらから仕掛けることになる。もう休め。今回の戦闘はこれで終わりだ。浮かぬ顔だな、雑種。アルテラの本性を見ておじけづいたか。あれはもとよりああいうもの、よらば砕け、触れれば消え失せるのみだ。破壊の化身の傍らに立っているのだとようやく理解したようだな。英霊のマスターのつもりでいたか。この本陣を見てみよう。あれは姿を消している。今であれば可能かもしれんぞ。この場を離れ、セイバーに助けを求めるがいい。
選択としては悪くない。少なくとも精神と魂を失う以前の貴様自身に近づく行為でもあるだろうよ。やれやれ、わし死んでも治らんというやつか。今のは忘れよう。最後の余興だ。そうも貴様がここで逃げ出す女であれば、俺が副官を名乗り出るなどありえんからな。ようなではない、事実だ。俺はアルテラメを助けているのではない。貴様のもがきようを楽しんでいるだけだぞ。俺が副官を買って出ているのは、それが娯楽の最前席だからなのだが、なんだ、貴様分かっていなかったのか。まあよい、最後の分岐はすでに通り過ぎた。この先の運命をどう終えるかは貴様次第だ。ではな、せいぜい俺を飽きさせるなよ。それは、いえ、何もありません。何もありませんでしたとも。ええ、何も。ご心配をかけるようなことはここでは起きたりしないのです。だから、そう、さっきのセイバーとの外の私の行動に驚いてしまっただけです。叱られたのは初めてでしたから。でも嬉しかったです。巨人である私にも、英霊である私が相手でも、あなたはちゃんと怒ってくれて。
ありがとうございます。それとごめんなさい、言いつけに背いてしまって。それとお帰りに気づかなくて失礼しました。あの、いっぱい疲れていますよね。すぐにお料理用意しますから。それととても嬉しかったというか刺激的だったので、私も我慢できないというか、耳に息を吹きかけるだなんて大胆なことしたからには、ちょっとだけおもちゃにしちゃいますね、マスター。あ、痛い方じゃないです、気持ちのいい方、マッサージ的な。どんな夢を見ているのでしょうね、私のマスター。私が普段見る夢とは違いますよね、私の夢のせいではないのです。私がさっきああしていた理由は、でも何もありませんでした、何もなかった、何もない。あなた、アバター出してる時はそんな感じなの。夢っていうのは比喩だと思ってたけど、まぶたを開けたりすると集中が途切れたりして、外のあなたがフラフラするとか、そういうこと？まぶたを閉じる必要はない。私がここから操作しているわけでもない。あれは自立している。だから我が物顔で侵入してきたお前を握りつぶす程度は造作もない。やだ、何それ怖い強気で言ってくれるじゃない、アンチセルさん。いいのかしら、本性出ちゃってるわよ。本性なんて、私は何も偽ってはいない。あの少女は私の、私のおもちゃでしょ。それとも悲鳴を上げる飾り物かしら、ネックレス、それともピアス。まあ、そのあたりはあなたの趣味だから口出ししないわ。今回来たのはあなたに確認があるからよ。なんだ？だから確認よ、確認。あなた、レガリアを一つにしてコリスを安定した形にするのよね。そうだ、現在の我がマスターはあまりにも不安定に過ぎる。天皇体の3要素のうちの肉体でしかない以上、いずれ現在の意識や知性は消え失せる。それより前に精神と魂を確保し、肉体と統合させねばならない。レガリアを統合させることでだ。コリスの電脳体はレガリア統合によって健全な電脳体に戻る。ええ、そう、そうよね。レガリアさえきちんと統合すれば、自動的にあいつの電脳体の3要素もくっつくと。でもね、それがどういうことなのか、あなた
もしかして分かってないんじゃない？何が言いたい？私は駆け引きをするつもりはない。あっそ、じゃあ教えてあげる。泣き出して暴れたりしないでね。レガリアを統合して電脳体を元に戻したら、今のあいつの意識も知性も記憶も全部消えるわよ。本来肉体に意識なんて宿らないんだもの。そういうのは精神や魂の作用だから、今のあいつは不安定そのものなのよ。健全な状態の電脳体なんかにしたら、真っ先に不安定部分から消し飛んじゃうわよ。ああ、分かってなかったんだ。当たり前じゃない、上書きされるんだもの。ここでの記録なんて綺麗さっぱり消えてなくなるわ。曖昧なあなたの夢とは違うの。本物は一人だけ、選ばれるのは、愛されるのは一人だけ。あなたや私はいつもそれを歯がみして眺めるしかないやられ役なのよ。あいつがあなたを怖がってないのは中身がないから。あいつもまだ偽物だから。ほんの一時だけの気の迷いだから、こんな気味の悪いおままごとが成立したのよ。ね、そうでしょう。そうでもなければ、あなたなんかが人間に愛されるはずがないでしょ。あ、やっといい顔になった。これでようやく対等、ようやく同じになったわね、あたしたち。消えてしまう、あなた。そうあってほしくないと思っていたけれど、そう、私の願いは叶わない。願う相手も物もいないのだから、当然ですよね。ああ、そうか、ここも外の私と同じ。夢の中のお話だったのでしょうね。初めから分かりきっていたこと、私たちは何もかも違う。目的もあり方も。私は幽霊の分身セファール。どんなに機能を落としても、これ以上小さくはなれない。あの二人のようにはなれない。なら使命を果たさないと。ムーンセルを支配して地上の文明を速やかに破壊吸収する。それが私に与えられた役割、私の唯一の存在意義なのだから。
説明だけで済ませてしまっていて、詳細にはお伝えしていませんでした。英霊としての私、石室の外で活動する私について。あれはやはり夢のようなものなのです。ごめんなさい、つい同じことを言ってしまいますね。私にとっての実感はどうしてもそれなものだから、つい。それでは改めて、ここにいる私は眠りません。あなたたちのようには、地上の生物のようには睡眠を得ません。あるとすれば、そう、自己診断機能を走らせている時などの一時的なスリープモードくらいのもの。正しく睡眠を得ることはないのです。だから夢というのもほんの少しだけ意味合いが変わるのですけど、私の夢としてある英霊の私、私にとって私というのはこうありたい自分です。もしくはすぐに覚める夢。私にとって私というのは禁忌すべき自分です。もしくは戻らなければならない現実。別人というのではないのです。基本的には私たちは完全な同一人物。ただプログラムが違うだけ。私には私としての記憶はありますが、それはあくまでそういう体験をしたという知識でしかありません。あなた方が眠りから覚めた時、こんな夢を見たと情報処理するのと同じことなのです。ええ、それはもちろん英霊としての私は石室にいる私の言動を明確に把握しています。でも私は違います。英霊としての私が感じたこと、思ったこと、それらの全てを受け取ることは叶いません。構造的問題ですね。私は受信機能に少し問題があるんです。ゼロではないけど 100% でもない。ままならないといえばそうかもしれません。そうなのですか？あ、いえ、私は
人間の見る夢というものを情報として知ってはいても体感していません。ですから、ええ、あなたにそう言われるとなんだか不思議というか妙な気持ちになりますね。侵食するためのものです。他には意図はありません。ありませんからね。あなたに拒否権はないと思ってください。いいえ、そのように明確に覚悟なさい。備わったあなたという知性は性のをどのように感じて、いえ、改めて尋ねます。あなたという知性は私たちの前に現れた新たな障害についてどのように感じているのか、あなたにとってのメインサーバント、本来のあなたが共に戦うべき存在について、速やかに返答を、虚偽を述べることは許しません。についてあなたは一体どのようにして感じ、どう捉えているのか、返答次第では私にはある程度まであなたに多大な苦痛をもたらす用意があります。正常に戻った気がします。